はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、今ですね、もう今年2024年がですね、本当に日本にとっての、日本人にとっての大きな、まあ、キロとなるよう、ね、な、まあ、そんな年なんではないかなというふうに思うところでですね、まあ、今回は、まあ、そこにね、通じてくるような、今非常にですね、メディアの情報統制とかね、まあそういったね、措置が施されているという状況の中で、まあ、多くの方がですね、本当の情報というか、まあ取るべき情報がね、取れてないという え、状況が、もう、ずっと続いてるかな、というふうに思います。それこそ、ま、2019年ぐらいから始まり、ま、今までですね、本当に、どんどん急加速的にね、ま、そういったね、形になっていってるということで、ま、今回はですね、ま、そこで、健康関連のですね、え、それこそ、ベニコサプリだったりとかですね、ま、例の、え、注射の関連のお話、え、あとはですね、LGBT 法でですね、ま、非常にこれから子供たちが大きなね、受けていくんではないか、というようなね、お話がございますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、そういったところでもう、本当にですね、笑えないぐらい、 いい日本は今とてつもなくまあ、やばい状況になっているということでまあ、マジでですね日本の残り時間はもう本当にわずかなんじゃないかとまあ、知っておかないとですねまずい情報が本当に多くありますでこういったですね YouTube だったりとかそういった場ではですねもう決して話せないようなね内容がいろいろございますんでまあ、そういったところでリアルのですね講演会の開催が決定しておりますでこの講演会を機にですね様々な行動ベースでですね今のね世の中に対して僕もそうですし皆さんと一緒にいろいろなですねことをま作り上げていきたいなという いう,ふうに思っておりますので今回のですねシークレットイベントはサトリズム TV の浅村ま樹さんとのコラボイベントとなっておりますので詳細はですね概要欄の方に貼り付けておいてありますのでぜひ今のですね日本の様々な問題に気づかれている方々で集まってですねいろんな情報のシェアとともに実質的な行動を起こしていければと思いますのでぜひチェックのほどよろしくお願いいたしますというわけでですね本題の方に入っていきたいなと思うんですけども今ですねま非常にもう最悪なねことがね凄まじい速度で行われていてというのもまあ日本でもですね稲田議員 ととかをねねねにでですす、ねまあ、LGBT 理解増進法というです、ね、本当にクソの役にも立たないような、まあそういった法案がですね、まあ可決されてしまったというところで、まあ日本国内でもですね、徐々に徐々に海外と同じように、まあ同変態どもがですね、えー、どんどん出てきている。で、一応ですね、厚労省とかいろんなね、えー、そういった行政機関のね、意見としては、まあそういったやつが出てきても、えー、逮捕はするからいいでしょうと。本当そういうですね、根本的な解決には全くならないようなですね、こう意見をね、言うだけでですね、特に責任を問うと。 そういいった話は全くないわけですよでその中でね、まあ、結構お子さんとかおられる方わかるかなと思うんですが、今、小学校とかはたまた幼稚園、保育園とかで、まあ、この LGBT 法にのっとったですね子供への性教育というのがかなり実施され始めているというような状態になっているようで、ですね中には何々くんは男の子じゃない心を持ってるかもしれないから、女の子の格好をしてみようかと。で逆に女の子には何々ちゃんは女の子の心じゃないかもしれないから、 男の子みたいな服装してみようかみたいな、なんかそういう授業が組み込まれてるらしいんですよね。やばすぎないですかっていう。で、実際、もう海外とかでは、まあそれこそですね、子供にまあそういったね、ある種の洗脳教育っすよね。そういったものを施した結果、まあ子供ってやっぱりね、ある時期までは割とこう催眠状態みたいなね、脳波の形がね、まあ、あるわけですよ。大体7歳ぐらいまでですねで。その間に入れ込まれた情報っていうのが、その後のその人の人生にまで大きな影響を及ぼしていくというようなね、状況になったりとかするということで、 それこそ、まあ、以前はというかですね、昔は、まあ、そういったね、まあ、仕組みというか、人体の仕組みを利用して、まあ、宗教とかね、そういったものに染めていくというようなね、こともですね、歴史上あったというふうに言われてたりとかするわけなんですけれども、まあ、そういった中でですよ、もう本当に保育園、幼稚園、小学校1、2年生ぐらいの子どもたちにね、そういった教育を施して、まあ、行くとですね、まあ、その子たちもなんかそうなのかもしれないなという形になるわけですよ。で、その結果、まあ、海外とかではですね、親が同意さえしてしまえば、 その子の性転換手術ができるみたいなね。まあそういったね、えー、ところもあったりとかするということで、実際被害に遭われて、最終的にはですね、その手術した後にですね、自分の本当の、まあ性というかね、そういったものが、えー、分かってですね、もう本当に真逆というか、もう絶対こんな風にあのなんなきゃよかったっていう風なね、そういったね、えー、ことがですね、実際に起きてると。で、まあそういった方はですね、今、まあそういったことをですね、問題視して啓蒙するようなですね、活動をやられていたりとかするわけなんですけども、日本もそんな風にしたいですか っていううねと、えー、ところかなと思うんですよで実際今ね、それこそ僕は発信して、まあ多くの方見てくださってるとは思うんですけど、ただね、短命わけですよ、言っちゃえば本当にね。僕がどんなに発信しようが、他の YouTuber さん、他の配信者の方がどんなに発信しようが、 もうね、ぶっちゃけね、足んない、マジで。だからもう、ぜひですね、まあ、皆さんも、あの、そういったね、情報を取るだけではなくて、自分でできるね、行動とかそういったものをね、本当に考えて、まあ、実行していっていただけたらな、というふうに思うんですよね。僕もね、もちろんこうやって発信してるだけではなくて、これからね、いろんなことをやっていこうと思ってるんですが、もう本当にね、子供たちが被害者なわけですよ、これからの未来っていうのはね。だからそういった子たちって、負の遺産を残さないためにも、そういった子たちが、健全に、あの、伸び伸びと、生、う、き、ん 入れるるようににするためにもやっぱり今とまあ、ぜひね、こう、みんなでですね、情報を仕入れる、情報を聞くとかだけではなくて、いろんなね、行動ベースのね、ことをやっていけたらなというふうに思います。どうですかね、まあ、お子さんおられる方もね、今見てくださってるかなと思うんですけれども、そういったね、授業あるかどうかね、もしよかったら聞いてみてください。まあ、なかったらね、いいんですけど、結構そういうのがね、出始めてるということだったので、お話しさせて ししていたただきましたで次が例のあれ関連のお話なんですけど、これ小池合子バジやべえなっていうねとこなんですが、例の注射をですね、高齢者に、まあ、効率的に接種させるために、特定用語老人ホームに注射バスを出向かせたというふうなねことを言っていて、まあこの方がですね、まあ7月ぐらいにですね、任期満了するということで、何一つ公約守ってないんですよ。ヤバくないですかもう散々横文字オンパレードみたいな SDGs、ダイバーシティみたいなこと言い続けて、結局、 公約ゼロっていう。 公約の達成率ゼロっていうね、えー、形になってるということでですね。まあ、そのまま知りていくね、だけだったらまだよかったんですけど、あろうことか、なんか急に今ね、カミングアウトしてきたのが、あの、小池都知事が、その高齢者をはじめ、重症化リスクの高い方々をいかに守るかが最大の課題でしたと。で、そして、つまり、亡くなる方を抑えることに注力して、戦略的に行いました。例えば、特別養護老人ホームなどに、駐車バスをこれ、こちらから出向かせ、高齢者の方に駐車を ししまたたととといいうふうに語ったということなんですけれども今ですねあの、そもそも例のあれのね、診断書とかそういったところにありますいろいろな、まあ言っちゃえばリスクのね、ことが記載されてるわけですよ。明記されてるわけですよ。で、それにチェックをして、やってもいいよと。 本人の同意があった上で、まあ、やるという形なので、まあ、その本人がね、まあ、チェックしちゃってた、もう、そいつのせいではあるんですけど、ただ、まあ、言っちゃえば、今のね、政府の動き方だったりとか、それこそ、専門家のね、こう、推進のね、仕方とかを見ていると、多くの方が、あ、これは安全なんだと。 いうふうに錯覚を起こすかのようなえ文言がまあ多いわけですよ。で、何年か前まではね、あの、そういったことを言ってたけど、じゃあ今蓋を開けてみると、そいつらがみんなね、一堂に言うのが、自分たちは別に推進してませんよっていうこと言ってるんですよ。え、大丈夫頭って話じゃないですか。お前言ってるぞみたいな。X とかにも残ってるぞみたいな話だったりとかするわけなんですけど、あそんな無責任状態なわけですよ。で、そういった中でね、こういった形で、 まあ、都知事とかもそうですけれども、こういうですね、まあ、ある種、こんなものが来てしまったらね、まあ、言っちゃえばもう、そのね、小さな社会の中ではですね、売ってなかったら、やっぱこう、いじめにあったりとか、まあ、いろんなね、ことが考えられるわけですよ。だから、まあ、特に日本人の悪いポイントでもあるのかなと思うんですけど、他に、自分が被害を受けないために、合わせるみたいなね、え、形になっていくとですね、本末転倒の状態になりやすいわけですけど、それをですね、都知事がなんと実行していたっていうね、これ、ある種、これから、もう様々なね、問題自体は、まあ、 めちゃめちゃ分かってきてるわけですけど、そこから考えると、ある種の考え方では殺人に等しい。そういった話になるわけですよね。マジでね、これ本当に笑えないようなね、話でですね、結構激ヤバなことをね、普通にやってのけてるっていうことにみんな気づいた方がいいよって、本当に多くの人に、ね、伝えたいところですね。で、そして、ま、いろいろなですね、まあこう、まあ、よく薬害だなんだと言われたりとかしてると思うんですけども、国内外でいろんなことがね、もう分かってきてるわけですよ。査読済みの論文とかでも出てきていたりとか。 もねするような状態だったりとかもう本当にですね隠しきれないような状況にまで来てるなぁと思います。 し、それこそそういった中で、有料化っていうところでね、考えていくとですね、多分今まで無料だったからみんなやってたよねっていうね、えー、ところかなと思うんですけれども、有料化になったとね、多分めちゃくちゃ下がるわけですよ。だから多分そういうものも、こうカムフラージュするために今、紅コーサプリとかをね、ガンガン叩きまくってんのかなというふうに思うんですが、なんかあれもね、結構不自然にね、思うところが多くてですね、なんかワンチャン小林製薬グルなんじゃねえかなっていうふうにはね、ちょっとまあいろんなね、まあ選択肢というか、あのそういったものの一つとしては、 考えてたりとかするんですけれども、まあ本当にですね、まあ紅麹サプリのね、問題を前,前にね、出すことによっても、異常なまでに前に出すことによって、有料化のね、えー、件だったりとか、まあ健康食品とか体にいいものに対して興味関心を沸かせないようにするための、まあ錯誤なのかもしれないし、それとも、もしくは、まあ2021年から例の注射のあれが始まってですね、ウイちゃんの方よりも謎の超過死亡数の方が多いわけですよね。それが何が原因なのかっていうのを政府は今のところ全く説明してないわけですよ。 行動すすもしてないですよねだから、この機会にそういったサプリメントとか、そういったものに、照準というかですね、まあ、そういった世間の目を浴びせることによってあ、この亡くなってたのはそういうものが原因だったんじゃないかっていうふうに、まあ、そういう濡れ衣を着せるような動きにもなってるんじゃないか。で、あとは、もう本当にね、期間、期限がですね、差し迫っている NTT 法廃止の件とかですね、4月の4日には決まっちゃって、4月の10日にはもうアメリカに明け渡されちゃうみたいな、ね、イメージなわけですよね。で そういった、ね、ことも含めていくとですね、マジで、まあ、やばいことが今、直近にね、いろいろあるわけですね。あとはまあ5月で言えばパンデミック条約だったりとかですね、まあ、そういうところから目をそらすためなのか、何なのか分かんないんですが、まあ、非常にですね、こう、過剰に紅麹,麹問題をですね、めちゃめちゃに取り上げてるなっていうふうに思うわけですよ。で、さらにまあ最近ね、いろいろね、X の方でもね、話題になってるかなと思うんですけど、この健康被害、まあ、紅麹,麹問題を厚労省に報告した安倍正則。 というですね、まあ、お医者様がいるんですけれどもその人がですねアストラゼネカとか武田薬品とか製薬会社だったりとかから毎年約1500万円から2300万円を受領してたことが判明したということでこれですね一般の医師のなんと189倍に上るということで、まあ、ある種の なんていうんですかね、賄賂とでも言うんですかね、なんかそういった感じで受け取っていたことが分かってるんですよ。だから、ある意味、こいつが何かを言うのっていうのは、まあ、こういう、この人自身が潤うためのビジネスの一環みたいなね、え、ところの可能性が非常に高いんじゃないかなっていうふうに、え、思うんですよね。そういったやつが 言ってることを鵜呑みにするのか、あの、自分でちゃんと調べて、あ、これはこうかもな。まだこの医者が言ってることはおかしいかもなというふうに思えるのかっていうね。まあ、そういった、まあ、そういうところがですね、これからの日本でのですね、まあ、ある意味、生き残っていく時の、まあ重要なね、観点になってくるのかなというふうにね、思うところですよね。本当にテレビとか、なんかこういうね、謎の専門家のような顔をした奴らが言ってることとかですね。まあ、ましても厚労省なんてもうやばいですから。 マジでだからそいつらが言ってることが全部が全部本当なんだと思わずに一方俯瞰してあの自分で調べる努力をするというですねその習慣づけがマジで日本人には今必要だなという風に感じていますね。もうそれがないともう無理っすね多分来年以降無理だと思う今年でも多分無理だと思うってね、えー、ところかなと思いますんでそういったね観点が。 今少しで、も広ままればいいなと願っておりますでそしてこれ最後のお話なんですけど、まあそういった中でね、さらになかなかね、やばそうなのが、それこそアメリカとかでは食品への、まあ、注射のね、成分とかの混入とかね、いろんなね、まあ投与とかがあったりとかするわけですよ。それこそ牛肉とかね、そういったものとかね、あの、言っちゃえばやってなくても食品から取る可能性っていうのが非常にまあ多いこともね、言われてたりとかするわけなんですが、まあ最近テネシー州がですね、あの、ケムトレイル禁止にしたりとかね、してるんですけど、またですね、テネシー がこののの食品へのその注射の混入禁止ををするね法案をなんとか結構ね、なんか先んじていろいろやってるなっていう印象なんですけれども、間違いなく日本にもね、ガンガン入ってくる可能性も高いですし、まあいろいろですね、まあコオロギ粉末とかいろいろ言われてますけど、まあこういったものもね、混入される可能性もね、まあ高いんじゃないかなというふうに思いますね。だから本当にこれから口にするものをですね、より気をつけていかないと、まあ今までも相当行かれた状況ですけど、 知らない間にマジ役付けにされるような状況になる可能性があるんではないかなと思います。ただまあ、過剰にね、反応しすぎて何も食えないとか、なんかこうね、人にそれを押し付けるのはまたちょっと違うかなと思うんで、まあ、ある程度の許容も必要だとは思うんですけど、まあ、すべてがすべてね、安全なものではないという、まあ、さっきも言ったように、一歩引いた形の、まあ、俯瞰したね、視点を持って、いろいろね、決めていくことが大事かなと思います。本当に食べるものもそうですけど、注射なんてね、ましてですけど、体の中に突っ込む ものですからやはりね一時 一 <laughs> 日だけとかだったらね、なんかこう、まあいい場合もね、ものによってはあると思うんですけど、ただ慢性的にですね、いろんなものね、そういったものね、類のものを取り続けるっていうのは明らかにですね、自分だけじゃなくて、自分のその先の子孫にまで、ね、影響がね、出るような話にもなってきますので、まあぜひですね、多くの方がまあこういった、ね、意識を持って、かつ、まあ多くの方にですね、発信できればいいかなというふうに思っておりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。で今ですね、この YouTube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては僕の名称 X などで発信をさせていただいておりますそちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますのでぜひ皆さんフォローと追加チャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いいたしますというわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思いますそれでは皆さんバイバイ